となんか脳トレ、脳トレがあると。音声生成 AI クイズ、はい、みたいな形で、今音楽を自動で生成してくれるものがあります。で、ある人とかをテーマにして音楽を作ってるので、それが誰のテーマ曲になってるかを当てる。なるほど。まずどんな感じで作られるかっていうのを1個作ってみました、はい、これ例題というかこんな感じですね。どうぞ。ダイアナユースケ、津田、その前なんです津田。そうかそうか、だから全部揃いじゃなくてところどころにそれが入ってくると、はい、面白い。なるほどね。ええやんこれ、まあ、言うす出囃子出囃子な。いやちょっとなんか停滞してる。俺もっと尖ってるやつが。ええやん。なるほど。じゃあ、ここから1問目いきます、はい、どうぞ。笑い飯。ヘッドライト。正解です。え？なんて言った？なんか町田って言ってた。町田言ってんや。なんとか町田。ちなみにそのジャケットも作ってる。かっこいい。かっこいい。かっこいいな。和田町田っつってんやん。それが俺最初笑い飯。ああ、なるほど。和田町田。おー、ええやん。なるほど、かっこいいな。ジャケットヘッドライトって感じですね。どうぞ。誠って聞こえた。あ、スパン。違います。あの、多分やで、うん、スパンの歌作らへん。多分やで。ヘッドライト作ってる。俺も誠って聞こえて、うん、誠って言おうかなと思ったけど、うん、なんか、いや多分スパンの歌作らへん。誠って言ってたな。でも、なんとか誠スパンの誠をあげてる。いや、それ見積もってあげてる。正解いきます。正解。いや、当てたい。もう一回行きましょうか。じゃあ言ってた、ちゃんと。あの、めっちゃ言ってる。ちょっと解読しよう。はい。誰？砂屋のお父さん。誠？スパン誠？あ、でもすごい今。砂屋やん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 。もうお二人めっちゃ言うてる。砂屋やん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 。スナイヤーマコトーヤン。スナイヤーマコト、スパンのマコトーヤン。これでも俺違う。オズワルド。違います。違う。スナイヤーマコト、スパンのマコトにしか行こへん。この中にスナイヤーマコトーヤンの中に2人とも入ってる。一人です。一人な。もう言ってみて。スナイヤー、スナヤマココロスナオ。正解です。あー、絶対分からんわ。もっと分かるやつにしてくれ。砂山ここの砂。
これがさ、あれの日本語で書き出された。伊藤織ってだからオズワルドかな。あこれはでも分からんわ。だいぶ崩してんな。まあまあ、ちょっと思うしな。はい。ジャケットが全部かっこよすぎる。夜遊びみたいな。ちょっと続いていきます。当てたいわ。もう言ってる人気スカッと、全然わからん。こういう曲あるもんな、うん、で、あ、ここで言ってるんやろうな、もうわからん。わからんな。これ一回答えいきますか。答えあ、ほんまや。チッソウ、サンソウ。なるほど、なるほどな。え、これとか、マサさんとイソップさんとか入ってた、うん、そういうことや。めっちゃむずい。いや、これちょっとむずい。難しいな。ちょっと、じゃあ次行きましょう。フジテレビ TV ショーです。これちょっと難しい。俺 TV ショー見てるけど、全く分からん。何これ。これもちょっと正解さっき出します。あ、ほんまや。ジャイコあーなるほど、あれがなんか TV ショーみたいな。むずいわ。むずいむずい。ちょっと、また走りてるのやろ。ジャイコ。そうやね、だからジャイコとかそういうな方、その名前のジャイコもかな。じゃあ次ちょっとこれはわかると思います。じゃあ行きます。井上武智。井上武智って言うんだよな。俺も井上って聞こえた。井上武智、タクシー事故して当て逃げ当て逃げして、あ、どん焼肉ランスで。そうか、だからあ、その他も入ってるってこと。井上武智以外、あともう一つ当て逃げ、タクシー当て逃げ。正解です。予想で言ってる。予想で言ってる。あ、ドライブ、なるほど。あ、井上武智ってな。なるほどなるほど、オッケーオッケー。曲からこれ二人送ったろうや。あの、まあ、言わずにな。これ聞いて。つあ、サバニで、サバニ、サバニでな。正解です。正解です。英語にしか聞こえなかったもん。だからサバニでみたいな。全然サバさ、そんな入ってた。サバニでなしか分からなかった。サバニナイトみたいな。サバでナイト。あ。誰が着たのジャケット。
シャンポー貼ってる。ええやんこれ。これマジでええじゃん。ええな。テツさんに。いや、テツさんに。送ろうか。テツさんに送って。日頃のいつもどういう意味って言われる。いつもお世話になってます。聞いてくれて、すごいな。すごい。なおしゃれな曲になってるやん。聞きたいな俺。アルバム出さへん。いやだから。いいです出したこれで。いやこれでアルバム出さんよ。どうぞ。博士。博士。完全に博士。博士。まだある。あたた正解です。正解です。二人燃えてるから、ロブちゃん。あ、ロブちゃん。コーラスの方や。どういう歌や。何を歌ってるの。ロンペアなんかほんまならしい。ええやん。これは3人に送ろうか。最後の最後問題いきます。どうぞ。津田のおかん。もう言うてたよ、さえ。めちゃくちゃ言ってたよ、津田のおかんが。しゃべってたよ。なんか言ったな。あ、津田のおかんが、ティンバー。その言い方腹立つわ。惜しいです。このまま、もう一回聞きますか。キミコスマイル。ああ、言ってた。 F カップ。何度かの食い方腹立つ。何やってんの。あ、みかんの食い方腹立つ。何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 の食い方腹立つ。あ、そうだよ、もう忘れた。飯の食い方。あ、違いです。いや、正解いたしましょうか。もうほぼ正解です。ああ、はい、どうぞ。アイスの食い方だ。ねえねえ、ふざけんな。あー、なるほどね。あ、フチドリギンバって言ってたんや。あ、フチドリギンバって言ってるわ。あ、お前アイスって言ってるわ。あ、でもちゃんと合ってるわ。これすごいな。すごい。すごい。これどうしよう。これだから何も本なんじゃなく聞いてたら何も分からへん。普通のようなかっこいい歌って感じ。なんかドライブでしながらさ、うん、なんか別に何も思わへん。気づかへんよな。ずっとシーンとしながらキーボート聞いたらなんか津田のお金出てるなってぐらいよ。登録者数が100万人いきますように。よっしゃー。